はい、指導にいる役の松島翔太です。そうですね、もう簡潔に言いますと、まあ六本木ハロウィンで、ワーク六本木で一番盛り上がる場所になったんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。そうですね、でもさっき成長してないって伊藤さん言ってましたけど、むしろもう劣化してんじゃないかっていうぐらいの、本当にもう皆さんの芝居が下手で、これはあのあれですよ、劇中の人の話なんですけど、まあその中に僕が新人というか作家として新しく入ってくる、まあ唯一ちゃんとしている、まあ、ここの2人がちゃんとしている人で、まあその2人がまあこの他の6名の方々に巻き込まれる姿を見ていただけたらいいかなと思います。座長、ちょっとお話があるんですけど。え、何？台本の件です。やっぱりラストの展開は元に戻した方がいいと思うんですよ。またその話かよ。やっぱりこの結末はどうしても納得できない。穂垣和子は有罪になるべきなんです。あのー、亀井さんはどっちがいいと思いますか？穂垣和子は殺してないんだぞ。しかしそんなの誰も信じない。穂垣和子の愛人夏目直哉は犯行時刻に別の場所にいました。それを目撃している人物もいます。アリバイが証明されたわけです。つまり彼は穂垣十三を殺していません。いや、あいつかっこいいっすね。うるせえ。穂垣和子は殺してない。私はそう信じている。なぜそう言い切れるんですか？言っただろ、私がそう信じているからだ。そう信じているか。先輩、笑わせないでください。続けろ。裁判の世界は証拠が全て。あなたが信じようがどうしようが、そんな感情は何の役にも立たない。それは違う。とにかく彼女を信じよう。彼女がやっていようがやっていまいが関係ありません。我々の仕事は依頼主を助ける。どんな手段を使っても。なるほど、気持ちは違えど目的は同じなようだね。君はどうやって彼女を救うつもりだ？まず大事なのは情報です。情報です。情報屋を呼んであります。もうそろそろ来る頃です。音ちっちゃい。しかしこれはまずいことになった。何がまずいんだ？侍従武官たちの殺しとなれば、新政府軍のメンツに関わる大きな事件だ。軍は何が何でももみ消しにかかってくるはず。何？検事は誰だ？この事件の検事は誰が務めるんだ？いや、座長は私にやれって言っても。じゃあ私が無理ですよ。お願いだからちゃんとやってくださいよ。俺はみんなを満足させなきゃいけないんだから。もういい加減にしろ。